あーやっていきましょうか。桃鉄100年後に破産する社長3年目始まるよ。4月新学期、心心機って特急でボン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 走っていくよ。キキちゃん、あなたがいくら頑張ったところで最終的にはどっか病院で私が飛ばしたから、お覚悟しておいてくださいね。まあ資産を今のうち増やせるだけ増やしておくんなませっていう話なんだけど、3で何故かまさか戻ってってたのか。まあでもどうせ次のターンにね、こいつまた回復するっていうか、どんだけ折り返しさせられるの。もうなんかかわいそうになってきたわね。え、柏原ですって。奈良県のなんか何かがあるかですね。どうしようかな。で、俺あと何マス？ 22 マスか。22マスだったら、ワンチャンリニアカードで、タタ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 タ、開通に、過ぎてもう取るかな。26マス。しかもこれさ、折り返しをもう、ちょっと遠回りさせられるやつ。無理いけない。こっちからぐるっと回っていける。シューって何？シューって何よ？え、マジでシューって何これ？え、周遊姫姫の何？この駅は周遊駅、持っている周遊カードをすべて、はい。なんだ、うーわ、ただの遠回りクソ野郎じゃねえか。うわ、やっちまった。うんちあるのすっかり忘れてた。もう、うんち最悪、最悪うんち、本当にうんち最悪。ほんで、こいつも、資産を稼ぐことばっかりでも、全然現金を手元に残す気がないという、なんてギャンブラーなんだ、本当に。やべえな。そして、お前、マイナスマス踏みすぎじゃねえって、まあ、今がそんなにマイナスの影響が大きくないからということで、いくら買ったところで、どうせお前500万で売られ続けるんだから、もう勘弁してけろっていう、マジかよ、マジかよ。とりあえず、じゃあ全部イエローにしとこう、きましょう。待ってました。そうか、じゃあリニア周遊カードとか持っておけばよかったんだな。まあリニア周遊カードなんて絶対ないと思うんだけどね。ということで、青と赤が全部黄色になって、ブルー星は色カード外交、やった、もう一回使えるぜ、サイコロフィーバーやった、ふぅー、あんまり意味ないから白浜買っちゃおうと。2億回ればまとめがいい。あれ農林物件だからな。パンダパークって確実にアドベンチャーワールドだしな。で、その周辺にあるホテル威嚇っていうところ、その日本旅館、旅館、まあまあ旅館もあるんだろうけどな。ゴルフ場、まあ白浜だったらあるでしょうね。まあじゃあとりあえず、じゃあ未完園だけ買っておきましょうか。まあ1億ありゃなんとかね。うん。とりあえずまあ、その程度の資産だったらすぐにパッと稼いだりもできるからね。また、でもな、1000万、100万、1000万、1億、それぞれに壁があっかね。なんだなんだなんだ。またお前か、大判焼き、皮が薄くてあんこが一時冷めた方が美味しい。山の中なのに行列ができる。ということで、まあね、こいつはいつか絶対に最果て飛ばす。もう確定申告しといてやろう。トピックスです。6月です。ブロード。やったー、ゆりあげ赤貝美味しい季節です。赤貝の季節って6月なんだ。ゆりあげとは？頑張ったけど読めない。とりあえずシコシコしとこう。とりあえずシコシコとして食感を上げとこう。で、オレンジの色味、OK ですね。ブルシュツを。ちなみに、僕がこの間言ったホッキ貝っていうのは通称ウバ貝とも呼ばれてるらしくてですね、食べるとなんか、長生きすることができるみたいな、そういう由来があるらしいですね。で、なぜかっていうと、お湯につけると、灰色の実なんですよ。だけど、お湯につけるとピンク色になって若返るっていう意味合いがあるからみたいな、なんかそんな話だ。そんなおばあちゃんの知恵袋、誰も聞いてねえわ。おならカードには、またお前借金背負うのかよ。で、全部売ったところでもう物件ねえぞって、どんだけ借金背負うの。大好きっつなんだ、ほんとこいつは。かわいそうになってきたわ。で、ちょっと待ってね。容器費があと12マスか。オッケー、いいでしょう。ということで、じゃあ飛んでいきましょう。飛んで、岸和田走って、どっち行って、違う。ちなみに、どっち行っても大丈夫ってこと？どっち行っても良くなさそうだね。こっち行ったら、1、2、3、4、5、6、あー、なるほどね。ってことは、じゃあ岸和田行った方がいいですね。じゃあ、岸和田は断じる。古墳とか買えないの？古墳とか。古墳は買えないのか。なるほどなー。でもな、これとこれとこれかな。よし、じゃあ借金せよ角度で行ってやろうじゃねえかって。オッケー、ブルーホース。ちょ。しかも、顕微鏡が有名なんだ。へぇ、坂行ったらどうせ誰だろう、包丁とか買わされるんだろ。うん。だから包丁突きつけられると、今さら押せよ、2ターン押せよ、うんち。だ、多分あれだろうね、微生物とハエちゃんが、ボリボリ食ってくれたんだろうな。というカード、いらないカード売りましょうってこと。あれ、あれ、あ、違う、え、引き換えか、あ、
そういうことか、てめえ特急なんちゅうゴリゴリな、あーそういうことさするんですか、よくないね。なかなか使う、おならカードが消えた、あー1億4000万の借金もしてま、借金者まで買ったカードが飛ばされてしまったということで、はい、というさえブロジェクトカード使うと私はおすすめしたくありません。あなたがおすすめしなくても私が使いたいから使うのです。ヨウヒキさんさようなら、三大美女は最果てへ飛んで行きます。周遊を買ったところで残念ながらそこから帰ってくることはできません。これなんて読んだ、リジリでいいのかな。先輩ってやつだ、おめえそんなことが起こるのか、いいのか、いいのか、俺にボンビーをつけても、貴様よくもやってくれたな、帰ってくんじゃねえよ、もう一回飛ばして、あー俺が地獄スイターシティ、あー残念でした、飛びば、あーゴールすんのかい、うわ俺ボンビーじゃねえかよ、うわマジかよ、ここで貧乏人になっちまうの、絶対乗っ取ってやっかんな、くそー、援助2億400一気に金持ちだってんじゃんか、いた、相変わらずブレス見るようにカードを駆けつけて9個、うわめちゃくちゃ俺かー、最果て使うの一旦早かったな、くそー、しかもお前ゴールできたのかよ、マジかよ、いやどちらにせよあれか、俺あれもしか、まあ、東京都、うわー俺今何にも逆に違う、今はまだ1位の街道を駆け抜けたいんですよ、帰ってきたってどっかにお出かけしてたのかな、宮田メンジ君、くそーマジかー、乗っ取りたいけど乗っ取れない、このカードを物件で使えばお金、あ、なるほどね、よしでもこれ誰かが持ってるカードじゃないといけない、ちょ6666、ちゃ、もう動揺しすぎて、どうしよう、なんなら俺が結局一番近いっていう、あれここ行けんじゃないか、あ、どうやっても行けませんぞってことか。じゃあ、なすりつけましょう。ワン、シー、ゴー。はい。オッケー。ということで、星、あ、いいですね。星に飛んじゃいました、ね。でもな、こいつ、特急集でどうせこいつ逃げるんだもんな。そうなんだよな。卑怯者なんですよ。卑怯者はすぐに逃げたがるからね。本当にもう。尻尾を巻いて逃げたって言って。今勝負だから背中を向けることはできませんぞとかってさ、ポケモンのカードみたいにさ、なんかポケモンカードじゃねえよ、あーしかもお前急用で逃げていくのか、うわなんてやろうだこいつ、しかも絶対に追いつくことのできない距離まで逃げやがったんですよ、どうしよっかな、こうなったらじゃあもう飛ぶしかないよね、飛んで星って回る、カードの星ですか、日本地図で今回を進むカードの日はここです、どのカードまで飛びますか、いいですね、あちょなんかすごいバグってる、宮古島まで行って26マスで行けるの、あー船乗るからってこと、宮古島ってどこなんだ、まあいいや、とりあえずじゃあ日光まで飛びましょう、日光でいいですね、よしじゃあ最短ルートでどんどん飛んでいきましょう、いいですね、カード買いましょう、どうせもう、ウルリン、あ星飛び1億で、あしかもやっちゃ待って、あしかも周遊じゃん、やった、しかも乗っ取りって使え、あーよしじゃあ特製レカード買っておこう、どうせ俺は貧乏人になるんだ、3億か、3、お払いリトルデビルぶっ飛び足踏み、なるほどね、特急、うん、今買うのは特策じゃないよ、おや貧乏人がデスする、いやーこれ3年目だからな、絶対キングになりそうだよな、でもここは面白く、そうだよねですよね、あよかった、ただお小遣いあげるだけの可愛い赤ちゃんだった、いいよお小遣い欲しいの、あーどうぞ140万なんて俺の毎月の貯金額と変わらないからいいよ、あげる、うん、どうぞちょっとあの背伸びしてきた140万とか230万とか毎月入ってくるほどそんなにさすがに金持ちじゃねえよ、はい、ということで稼ぎは、うん、でもなんか登録者20万人の人でなんか月収100万くらいあるみたいなことを言ってたからな、まあそれだけ目指せればいいんだけど、おめえちょっとでも進んでいけよ、今さらさ借金をなあの削ったこ、あもう切れちゃったの、早いな、特製霊星飛び、オッケー、じゃあサイコロ普通に回していきましょう、ピン1、チャラリー、花から牛乳、じゃあ餃子1個買っときましょう、うわーでもな、これでもお小遣い毎月払わされるってことを考えるとお小遣い欲しいのね、140万なのね、あと2ターンは耐えれる、じゃあと1ターンか、あと1ターンは耐えれる、わ買わない方が得だったかな、ていうかこいつどんどんゴリゴリ近づいてくる、あれもうゴールしたじゃねこいつ、やべえ浅草に到着なんてことになったらよかった、ぶねヒレカツサンド、うわこいつ金持ってんな、しかも 300%、 なんと恐ろしい数字が、収益9000万か、恐ろしい、エロ、さすがスタイルがエロいやつはやっぱりもうたまらんちくしょうってところで、ところであのいつになったらこの1位ぶっちぎってるやつをさボコボコにしばいてくれるのかな、本当にもうこいつにボンビーをつけたいんだけど、はぁ1マスさあ行くぜ、いいカード来い、新幹線、ミニミニボンビーいいよ、お小遣い欲しいのね、あげる
ところでこいつが次ゴールさえしなければ俺の勝ちなんで、ゴールさえしなければ俺の勝ちなんだけど、果たして一体ドラはなんでここでそんなに回ろうとするのかね、どこへ行こうというのかね。あーうわうそ、あびっくりした、めちゃくちゃゴールするのかと。うわなんかしょ特急周囲を無駄に使った女みたいな、どうせ号泣するんだ、号泣じゃねえ豪遊するんだろ、まあいいよな、どうせお前パトロンとかパパとかいっぱいそうだもんな。なんかすげえ失礼なこと言ってる、歴史上の人物にすげえ失礼なこと言ってるけど、でもまあ結局そういうのってね、あのやっぱりなんかうん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 、だから言うだけ言ってね、言ったところで別に炎上する対象の人はいないわけですから、最高の5、よしじゃあ5出してあげましょう、5、よしの勝ち、ザマギさんのせい、そんなプラ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 回って遊んでっからだよ。さあボンビーがつくのはまた雷神か、また雷神なんですね。でもなんかそここれさペースさ、なんかさ1年に最低1年に1回はさ誰かがゴールしてるってなんかすごくいいペースじゃない。地元から援助金を受け取った時も2億460万、よっしゃ2億500万、雷神さんです、残念でした。いいなー、なんか俺が目指すようななんか破産ガイドを進んでってるような気がするんだけど、ここです富山。ああなるほどね、富山って書いて富山なんですね。オッケー、じゃあ向かって頑張っていきましょう。富山ってことはまあ俺ギリギリ遠いんじゃねえかと思うんだけど、買う、うわーうわー、雷おこし人形屋60、1億一気に失うか。東京世界ツリーですね。空っていうものすごく広いところから世界ってちょっとなんか若干縮まってしまった。お屋敷ってのはこれ多分あれだね、浅草だ、あ、じゃあ浅草じゃないと何だったっけ、浅草屋敷じゃなくて何だったっけ、花屋敷が丸ごとジャパンってなんだ、バルゴトシャパテンだよ。すき焼き屋高くね、芋ようかんもこんなするの、人形焼きとか雷おこしの方が安いんだ、へえ。まあね、ね、浅草からね、東京世界ツリーっていうのが見えるっていうのはね、それはもう全世界みんなが知っていることですからね。ということでさ、くる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 回してて、まあ、もう周遊もなくなったことだしね、新宿で買えるような物件はないですよね、多分ね、いろんな、多分、でも、東横キッズとかだったら1万円くらいで買えると思うよ、ね。わかんない。もうちょっとするかもしれないけど、うん。まあ、男でも女でも、買えるだけ買ったらいいよ。戻るんかーい、で戻って速攻で悪行しろよ。21マスか、21マスで、あ、星、いや、21マスは新幹線使った方が早いな。よし、じゃあ新幹線使いましょう。じゃあ、じゃあ、うわー、マジで舐めてる数字出やがった、ほんと。八つ咲きにしてやる。これ、あ、ちょ、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょ、ちょ、沼田だと1000万、あ、いいですね、4000万ね。なるほど。で、前橋だと、あー、微妙。軽井沢は、あ、100万がある、100万200、じゃあ1000万 200% がある、じゃあこっちだな。ってことは、イタリアン料理まで買いましょう。これは全然買ってもお得じゃなさそう。なんていうのこれ、梅雨下高原野菜畑、キリシタだったわ恥ずかしい、国語のレベルがバレてしまう。まあ所詮そんなに国語で漢検とかそんなもん取ったこともないからね、とかさ、ああいう検定とかってさ受けたところでさ、なんかあんまり意味あるのかなって個人的には思ったりもするんですよ。もちろんそのために勉強してさ、日常生活の中でさ難しい漢字が読めるようになるとかってすごく大事なことか、大切なことかもしれないんだけどさ、ビジネス用語においてはさ、まあ俺はあんまり漢字が必要ないから、どちらかというと 横文字どれだけ頑張って覚えるかっていうところだからね。ああ相変わらずもうなんか、相変わらずあいつなんかもすごく 大変なことでさせられてる、かわいそうだよ、どんどん返さないといけないから。ということで、サイコロくるくる回してて、5、なかなかいい数字でございますね。1、2、3、4、カード欲しい、カード、わさびスリスリス、ミスリスリ、あーミコスリハンデいっちゃった、よっしゃ。じゃあ3月迎えましたんで、最終的に3月でですね、はい、しっかりと私ゴールを迎えて終わりにしようかなと思います。で、今このタイミングでゴールしたら多分こいつにあれだよね、つくよね、あいつボンビーで、ビッグボンビーにやって、ビッグボンビーじゃない、でもあれ今回のさボンビーってさ、キングボンビーと普通のボンビーとベビーボンビーしかいないの？ボンビーこの先、はい、折り返し運転です、はい戻ってください、残念でした、また聞いてね、うる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 。で、こっから9マスで、ちょっと待ってね、これは見る、12、あ、俺が一番近いんだね、じゃあ安全パイ、安全パイ、おっぱいパイで進んでいきましょう。で、こっち進んでて、OK、3、4、5、しかもカードが手に入る、やったね、デレンと、あ、いいですね、いいですね、そこそこいいですね、よし、じゃあ、いい感じで終わって、ごめん、本当にごめん、ゴールすることはできなかったんだけれども、決算で結構無事、なかなかいい感じになってんじゃないですか。はい、各電鉄、はい、お待たせしました、決算発表ですね、はい、それでは、キャスターのヤシャ姫です。それでは、今年度の収益額の順位を発表しまーす。雷神を、現金収益額は、それでもやっぱり4期費のがめなかったこと、これまた3離されていってるって話だよね。これきついなぁ、きついですなぁ、6億、あ、でも、あれ、ちょっと待って、でも2億弱か、2億弱の3になってるから、雷神がごぼっと上がってきたな。そうだよね、ごめん、3年目までの記録がちょっと分かんないけど、ただ、
ものすごい勢いで、あ、一瞬雷神俺のこと抜いてんのか、やばいですね。これはちょっと頑張らなきゃいけない。ということで、はい、今回の3年目は以上となります。次回4年目張り切ってやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけたら幸いです。ではまた4年目でお会いしましょう。バイバイ。